店舗外観株式会社串カツ田中は関東圏を中心に直営とフランチャイズで外食チェーン店を展開する企業である大阪伝統の味である串カツを日本を代表する食文化の一つとすることを目標としている主幹事証券会社は大和証券株主名簿管理人は三井住友新宅銀行である串カツ田中は2002年の創業の企業で 2008年12月に1号店を世田谷区内の住宅街の一角にオープンした。当初は2016年9月時点で副社長を務める田中博之の亡き父、田中祐吉が残した秘伝のレシピをもとにメニューを開発。その後、決勝は順調に伸び、2011年には法南町店をフランチャイズ化した。さらに出店ができていなかった関西では、岸和田。 沖縄でも、久もじで、それぞれ新店舗をオープンすることで進出を果たした。串カツ田中としては、関西、九州を中心に、全国的に店舗網を広げていきたい考えであると、され、実際に東証マザーズへの新規上場時に、公表された、優化証券届出書には、全国1000点体制を目標とする、旨の記載がなされている。 本場大阪には2016年7月末時点では2店舗だけしかなかったが2018年6月現在は7店舗と拡大中である。また店舗運営上の戦略として串カツ田中では串カツを大阪の伝統的な B 級グルメと呼び料理の職人抜きでも運営できる店舗を施行しまた価格帯も低く設定することで高級路線ではなく ファミリー層の開拓も実行している。さらに路面店の場合は、路面1階に店舗を構えるようにすることで、店外にも店内の雰囲気を伝えられるようにする店舗設計をとっている。一方で、現在の出店先は7割以上が住宅街の一角である点が、課題の一つで、上場後は繁華街にも出店数の増加により、課題を克服することを目論んでいると社長の抜きは、 マスコミに語っている。また、財務上の戦略として、顧客が気軽に立ち寄れる、要客単価を2400円程度とするように、価格設定し、同時に店舗でクレジットカードが原則使えない体制を取ることで、外食産業に取り組んでいる企業にしては、収益力が高い状況にしつつ、同時に常に現金が回る、財務体質を取っている。2016年9月14日に、 串勝田中は東証マザーズへ上場する。上場時の主幹事証券会社は大和証券が務める。上場に伴い得られる資金の使途は、10億5000万円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、そこで残額が生じた場合は、長期借入金の返済資金の一部に充当する。なお、新規出店目的の資金に関しては、 平成28年11月期に1億5000万円を、平成29年11月期に4億5000万円を、平成30年11月期に4億5000万円を、充当する予定であり、具体的な支出が決定するまでは安全性の高い、金融商品等で運用する方針としている。上場期の会社予想の一株利益は195円となっている。決算は11月末であり、 上場から期末までの時間は3ヶ月ということから、会社発表の業績予想達成の角度は相当高いと見る投資家がいる。また、公開価格は3900円であり、会社予想ベースの利益基準で PER が20倍となり、やや割高と言われる水準にあるが、飲食企業であるくしかつ田中には株価は投資する材料があるとされた。すなわちそれは、 株主優待と配当のことであるが、串勝田中では、上場の段階ではこの二つの実施を公表してはおらず、上場後市場で株式が流通している中で、この二つが実施されることが明らかとなった場合、投資家には交換され、株価が上昇すると見られていた。一方、2016年9月14日には、串勝田中以外に、デジタルアイデンティティとカナミックネットワークの二社が、 新規上場を予定しており、またこの2社は、いわゆる IT 関連企業ということから、上場日の購入需要は、串勝田中以外の2社に流れると見られており、その影響から、公開価格と比べ、上場後発値の上昇に期待ができないというリスクも存在していた。2018年12月、神奈川県横浜市内の FC4 店舗にて、従業員に、 無断で行為室内に設置した監視カメラの映像が流出していたことが発覚した。同月14日より女性従業員が着替える映像を見たなどと書かれたブログが存在していたことにより発覚。すでに終了している。串カツだけにとらわられず、ご当地大阪でも専門店に行かないとまず食べることのできない肉水などの大阪や兵庫を由来とされる料理だけではなく、さらには、 居酒屋系メニューなども多数揃える。当初はケージグラッシーズという社名であった。その後、2006年12月に株式会社ノートへ称号変更、さらに2015年7月現社名となる。株式の引き受けを行う引き受け新事系途端は大和証券のほか SBI 証券、水保証券、一吉証券、SMBC フレンド証券、 SMBC 日興証券、丸三証券、マネックス証券、岩井コスモ証券が蘇生する。平成28年11月期には6店舗、平成29年11月期には18店舗、平成30年11月期には18店舗の出店を目論んでいる。串カツ田中ホールディングスに関するカテゴリー、ありがとうございます。